皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今日はですね、エコーという曲をやります。リトルグリーモンスターの2019ラグビーワールドカップのテーマソングだったあの曲です。紅白歌合戦とかレコード大賞でもガンガン歌われておりました。これをちっちゃいウクレレでやっちゃいましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者向けシンプル簡単バージョン。後半はいろんなリズムを駆使して、あのすごい大陸的なね、パワフルな曲を再現したいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、ウクレレで音楽始めませんか？聴くのもいいけど、やる方がもっと楽しいですよ。楽器は演奏しながら歌う、これ最高なんですよ。でも音楽苦手だな、難しそうと思う方、ウクレレだったらね、もうどの楽器よりも簡単です。はい。でもずっとやってると分かるんですけど、深いんですよね。なんでもうずっと続けられるパートナーになってくれると思います。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに音楽ができるようになりますので、始めましょう。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られますからね。行きましょう。じゃあここにリンクあります。初心者レッスンさん、ここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲以上、簡単ウクレレレッスン動画としてもうすでにアップロードされております。さっきのリンク先のところに行くと、曲名検索とかジャンルボックスとか歌手名検索とかもいろいろ選べますんで、探せますんでね、ぜひお気に入りの音楽どんどんやりましょう。それではエコー、リトルグリーンモンスター、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。さあ今こそ思い出すんだ、がむしゃらに駆け抜けた日々、苦しみは勝ち合った君、無駄な汗涙一滴もない、目と目が合うその瞬間、交わす言葉さえいらない、心通わせる僕らの言葉のピッチ、いつもパーフェクト、とてつもなく高い壁、乗り越えたり壊したり、信じて進むことが全て、きっと僕らは叫べよ、声の限り響け、この一瞬の態度に、笑顔に、涙にかけてきたのだろう。初めて見る世界、みんな出た通り通行、 One for all, all for one, oh 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 oh.グリーモンスターのエコー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。力強いですね。こうエネルギーが湧いてきます。はい、テンション高めでやりましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流オリジナルショートカットバージョンでやっております。ちょっと長めにやりたい方は これ参考にして自分で書いていってくださいね。でテロップと一緒になんとかできた方も、自分でノートに書いて演奏してみるのを、自分だけで演奏してみるのをお勧めしております。その時の参考になるようにガズのノートを見せたいと思います。ここ Am でおー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 って感じで始まって、ここかける2ですけど、ちょっとね、今のレッスン動画で長いんで1回でやりましたけど。はい、ここですよ。この、早口。これはですね、もうラップですね。はい、頑張ってください、ここ。タイミングを測りながら歌ってくださいよ。
コードは簡単ですけどね。で、下にくるっと囲ってかあるやつは、後半のかっこいいバージョンではこういう演奏しますっていうやつね。これはちょっと後で解説します。今のはシンプルに4つ弾きでやったということ。このね、歌詞がもうめちゃくちゃ早口言葉なんで、これ、リズムに乗せて、歌ってみてください。で、こっからね、急にちょっと大陸的っぽくなって、こう、どんどん盛り上がってくる感じです。一時停止でメモってってください。ちょっとわかりづらい方は、動画のテロップを一時停止して書いていってください。はい、こっからサビになりますね。ここからね、ドラマティックな、こう、大陸的な感じにどんどんなっていきますね。はい。ここ、おーおーになって、はい。で、こっからガズレレショートカットアレンジになって、ちょっとブリッジパートっぽいところの、ここ、歌うよーのところになっていくということで、はい。コード進行とか、この辺確認して、ここでちょっと伸ばすとかね、こうなってますね。ここはもう伸ばすって書いてあるので、ここ伸ばしてやりましたけど、はい。はい。で、このサビ2をやったら、ここにあるように、大サビを繰り返し、戻るってことなんですけど、この、おーおーおーに戻ったということ。こっちに戻ってもいいと思うんですけど、今のはちょっとこっちで、もう皆さんオリジナルでこう構成していってください。じゃあ出てくるコードはこの6個ですよ。はい。コード言います。Am、C、F、Dm、G7、E7、この6個。これは超入門コードです。はい、ドーン、ガズレレ必須コード。これいつも出てくるやつなんですけど、ガズレレ必須コードっていうのは一体何かと言いますとですね、コードをね、覚えなきゃいけないですね。コードってこういうやつなんですけど、これね、本当は星の数ほどある。うわー、大変と思うけれども、皆さんウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードのグループ、まずこのガズレレ必須コードというコード、10個のコードから、このグループから覚えるのをお勧めしています。10個もあるのかと思うんですけど、1個ずつ見たら指1本で押さえるコードもいっぱいあって、めっちゃ簡単。だけど、10個一遍に覚えようと思うときに、ちょっとコツがいるんで、ガズが以前解説している動画ここに貼っておきます。ここで、この動画で、楽しく頭にスイスイ覚えてください、ね。まずこの10個最優先で覚えましょう。簡単ですから。そのうちの今日6個ですから、安心してください。ということでございます。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはやっぱりリズムですね。これね、一応ね、考えてみました。最初の、この、おーおーのところとか、このラップのところあるじゃないですか。ここはですね、カッティングを用いたリズムです。こんな感じです。結構シンプルです。Am を弾いて、これ16ビートなんですよね。おー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 だーた。この触っててカチャカチャやるのカッティングって言いますね。これ16ビートのカッティングです。ほいで、ほいでね、どんどんいきますよ。ここに書いてありますけど、この B メロは、タト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 。ダウンピッキングって書いてありますね。タトタトタト。どういうことか。ここ。とてつもなく高い壁のところでテロップ書いてあります。ここは B メロで、タトタトっていうのはね、こんな感じ。とてつもなく高い壁、タントン。全部ダン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 強弱つけるのがいいです。強く弱く強く弱く強く弱く、これとてつもなく高い壁乗り越えたり壊したり、どうこれダンズンダンズン、これはシンプルでいきます。ダンズンダンズン、強い弱強い弱、強弱つけながらシンプルにダウンだけでやります。そしてドーンといくサビではですね、もうこれに決まってます。16ビートのチャンネル叫んでよドンズバカツトストスト、バカタカボーン、はい、この感じでいこうと思います。なんで今日解説するのは B メロのタットタットのリズムがシンプルでいいと思うんで、まず16ビートでやるカッティングと16ビートのチャン、この2つの弾き方やりましょう。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティング、動画でマスターしてください。これ2つの弾き方かなりね難しい部類に入ります。まずカッティングっていうのは動画でよくさっきのリングのところで勉強してほしいんですけど、触っといてカチャ、これ音程がないでしょ。打楽器として使うんですよね。この使い方をマスターしてほしいのと、あと16ビートのチャっていうのはね、これちょっと難しいんですよ。これはまず8ビートというリズムができた上での話になりますんで、8ビートと8ビートのチャ、16ビート16ビートチャってこういう段階を経てやってみてください。はい。ちょっとね、リズム奥深いですけど、やってみましょう。あと動画内のテロップで伸ばすとかそういうメッセージ書いておくんで、やってほしいんですけど、これはですね、もうすごい結構シンプルにストレートにドンとくるやつなんで、なんか大行な決めみたいなのはないんですけど、やっぱこうスピリットたっぷりのこのね、ファイトみたいな感じでこう、気迫迫る演奏がいいんじゃないかなと思います。あの熱気を思い出して、ハートフルにやってみましょう。それではエコー、レトログリーンモンスターガズレレかっこいいバージョンやってみる !1、2、
こそ思い出すんだ、がむしゃらに駆け抜けた日々、苦しみは勝ち合った君、無駄な汗涙いてきもない、目と目が合うその瞬間、交わす言葉さえいらない、心通わせる僕らの鼓動のピッチ、いつもパーフェクト、とてつもなく高い壁、乗り越えたり壊したり、信じて進むことが全て、僕らは避けてよ、声の限り響け、この一瞬のワイドに笑顔に涙にかけてきたのだろう、初めて見る世界へ、みんなでたどり着こう、 One for all, all for one, oh 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 ぜひ皆さん大きい声、熱量高めでやってみてください。ありがとうございます。さあ2020年どんどんイベントが決まり始めてます。今とりあえず公開できるのは2月16日埼玉県川口、3月15日茨城県水戸でガズレレイベント開催します。2つとも島村楽器さんにお問い合わせいただきたいんですけども、これはね相当ガズレレのイベント面白いってことになってますんで、人生音楽人生変わっちゃいますよ。はい。お一人様も大歓迎、お仲間同士ももちろん大歓迎、もう来ればわかるどういうことなのか。ぜひ皆さん、お誘い合わせの上ご覧になってください。ご覧になってください、じゃあ来てください。はい。であとこのちっちゃいガズの、わがままくれ、これもですね今もうちょっと変えると思うんですよね。この辺のこともね、全部あのホームページに載ってますが、ガズレレホームページガズレレ .com チェックしてください。ここにリンクも貼っておきますからね、全てのことはこのガズレレホームページでご覧になっておいてくださいませ。あとリットミュージック社からベストセラーの本出しています。はい。これともう一冊って 2冊出てますけども、累計4万部に迫る大ヒット商品になっております。皆さんぜひご活用ください。楽しく音楽しよう。2020年もどんどんいきます。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。